せば君のママが死ぬこと伝わったのなら静かに目を閉じて。初めて会うあなたの言葉、大声を出したら私を殺すこと、どれも嘘じゃないと伝えてる。同じくらい信じられることがある。それにかけてみるかい。表出ろ。覗きの趣味があったのかい。最強の男と聞き君を追い続けた。踏み込んじゃならねえ領域に踏み込んだ。ここで完全決着だ。さらわれたよ交通。踏み込んではならぬ領域ときたか。チャンプとはいえガキは所詮ガキ。今ここに極東の島国に上陸、最強の死刑囚たちに対処すべ、日本警視庁警視正園田森生、アメリカ合衆国司法省副長官ジョン・スペンサー、ロシア共和国元 KGB バレンチン・ソコロフ。現在残り3名の逮捕に向け警視庁は総力を尽くしております。いたずらに時間を浪費し続けているのが現状です。脱走を許した皆さんの責任を問うてるのではありません。毒を持って毒を制すということわざがあるそうだが、大変な受刑者がいるそうですな。受刑者にありながら刑務所を自由に外出し、しかも彼の刑務所内で。しかしながら犯罪者に対してポリスが依頼。事情がどうあれそんなことが果たして。あの怪物をあなたはご存じない。一体何が起ころうとしてるんだ。アリゾナ州立刑務所長マイケル・ホールズだ。このまま現地までご同行願いたい。アメリカ人は残業を嫌うと聞いていたが、今夜の時間外労働はミスター・オリバの命令だ。知っているのか私が来ることを。ステイツ的にはね。所属と名前を。真っ当な真っ当な刑務所じゃないか。ここを自由に出入りする男、一体どんな怪物だ。ごく普通の刑務所風景。エアコンが効いてよくわからんが、名画っぽい絵と彫刻。ミスターオリバの趣味なのか。遠路はるばるようこそ訪ねてくださった、園田警視正。いや明日でもよかったのだが、私はせっかちでね。無所とシャバを自由に出入りする受刑者。シャンパンが冷えてるんだが、ビールが好みかな。安物だが結構いけるんだ。受刑者が酒だと。はまきかよ。受刑者が大体なぜ俺の名を。まるでホテルのスイートルーム。この腕の馬鹿げた太さときたら、いろいろ質問がありそうだな。なぜ私だけが自由なのか。私が優秀なハンターだからさ。ここをアリゾナ州立刑務所に収監される受刑者、私を閉じ込めておくよりもハンターとして利用する。これで受刑者と言えるのか。喜べ園田。ちょっとだけ髪の毛多くさせたんだ。刑務所の受刑者の巨大肖像画か。死傷者の大半はカイロビー爆破時に巻き込まれたものです。たった一人でこのビルを制圧したというのか。20名以上が最上階に軟禁状態のようです。君が関わっているのか。あんたらもう帰っていいぜ。会いたかったよミスターオリバー。逆上する私の武術を君はあざけり、顔を破壊し腕を。およそ人体が絶命だけを免れるギリギリの破壊。まともな手足は一本もない。私はずっと準備してきたんだよ。あの時私を殺しておくんだったな。24年前に樽に詰めたワイン、まるで今から栓を抜いてグラスに注ぐような。上も下も全部だ。一階のポリスマンなど歯が立たなかったわけだ。銃が小さすぎるぜ。なあジェフ、大型の猛獣をショットガンでは仕留められんようにね。次の用意があるようだな。ここに来てよもやホールドアップじゃあるまい。かは、サムライソードとは。心臓をプレートでカバーしてやんのさ。君はつまらん。地面に落下する以前に絶命しているようです。ショットガンでちょいと撃たれただけだ。サンキューミスターオリバー。
また助けられたよ。ミスターは傷を負ったようだな。メニューは全てステーキに統一される。それだけを食し、傷を塞ぎ回復させる。ミスター、適量かと。一体何キロ食べたんだ。もう薄く被膜が張り、早くも回復しかかってる。私の蔵書だ。服役中にこれを全て読破しているのか。なぜ犯罪者である私が犯罪者をハントしているのかと。私以上の自由は許さない。私を一人にしてくれないか。心当たりがある。ちょっ戦うってことだけでこんなことがどうして必要なの。とりあえずあんたの指示通りにしてみた。わかったぜ、小杖ちゃんの居場所。マジかよ。それにしてもこれほどの高煩悩だったとはな。もう心配する父親とふぬけた息子、私を満足させられるとでも。何もあえてやわな息子を相手にすることはない。史上最強の生物と言われる男がいるじゃないか。正面の敵にテーブルを蹴り上げ。遅れてるな、ロシアの喧嘩はよ。遅いぜアンテイン。何を考えてやがる親父。元気そうで何よりだ。ミスターハンマーがその男と交わした挨拶、この地球上で最も自由に生きることから、通称アンチェイン。ロシアは情報から閉ざされた国だと思っていたが、この二人と同時に戦う機会などないと断言できる。こず高さでは助かるまい。自らの手で他人の人生を断ち切ったこの現実に。どうしたよそれが。我がのせがれならばと期待していたんだが。私がどうやってエヴァンズキスしたのかを聞かせてやろう。かつてエヴァンズ刑務所のたった一つの脱出経路、まさに階段を歩くに等しい行為だったら何度でも落としてやるぜ。からすい。おい、そこの君、ひどい怪我じゃないか。 あんたはどっかで見えた顔だな。逃走者1名、高所より落下後方位を突破し、現在行方をくらませ。ラウンド3、誰がパンツ履いていいっつった。おいおい、こんな格好しろって言うんだい。おいの勝てぬことは分かったろう。私は君の遥か上にいる。
かし交代。今度は登ってこれぬだろう。今度は登ってこれぬだろう。仕事が早いんだな。あんたとは関係なく我々は全力を尽くすつもりだ。君はビールでも飲みながら私の連絡を待てばいい。それに格闘技をやってる動きじゃない。何食ったらそんな体になるんだい。愛以外にどう強くするものなどあるものか。失礼します。コーヒーをお持ちしました。ブルーマウンテン。東京のどこかに隠れているのね。ああ、意外に近くかもしれん。ミスターアンチェイン。ヘクター・ドイルは現在警視庁内にいる。つなぎ止められない男は君だけじゃないのだよ。ハンターによく現れてくれた。私の前に立とうなどという強者はとうの昔にいなくなってしまった。肘の先に幻惑剤を仕込んである。死の恐怖を和らげるためにこっそり服用しておくものだが、目が覚めた。片手で振り回されてる。すごい音だったな。ここからだと思いますが。うっかり椅子を倒してしまってね。いやいや、開けないでくれたまえ。大事なところなんだ。次に何かあったらということで。ミスター・ドイルに質問。ポリスが去ってしまったこの場合は君にとって、襟にカミソリ。全く世話の焼ける。よう、そのだ。おい、その顔、納得のいく説明をしてもらうぞ、アンチェイン。どういう教育受けてんだよ、君んとこの父兄は。叩くわ、蹴るわ、切るわ、刺すわ。こんなちっぽけなナイフじゃ、とても内臓までは。そこの点検口から脱出というつもりかな。ミステリアスパワー、愛機をベースとする我流柔術の創生、そして逮捕術の指導に当たる。渋川流は筋力をできないそうだが。いや、あの、先生の技を疑うわけじゃありませんが。赤い肉も白い肉も同じことじゃって。さすがは豪気渋川。とりあえずは連行するんじゃろ、この人。これが愛機。あれほどの実力者とは。はじめはみんなそう。私だってそうだった。おい、聞いてんのか。わかった。歩く。もっと優しくしてくれ。君もやるのか、ミスター。しかし、もしやったなら今日にでも金メダルを取れるだろうな。ここにはオリンピック級がゴロゴロいるぞ。ミスター・オリバが柔道をやりたいそうだ。誰か道着を貸してやれ。先ほど全父兄の無事を確認してます。彼がどんな柔道をするの興味に耐えません。これじゃ小さすぎるぜ。それが一番大きいんだが。これなら OK です。とりあえず今日は5段ぐらいは取って帰らなきゃ。園田師範、ああ言ってますが。残念だが今日は5段取れないんだ。柔道のブラックベルトはそういうものじゃない。初めて巻くことを許される。柔道にはタイミング、相手との駆け引きが必要なんだ。まあでもちょっとやってったらいいや。さあ組もうぜ。違う違う、そうじゃねえよ。こいつ力だけで。あ
れが技か。警視庁切手の巨漢俵屋大将の大会優勝準優勝の経験数知れず。私にブラックベルトをくれ。全員に勝ったらブラックベルトだ。おいおい、気は確かかい？さらには背中から落とすことが柔道の元素。ミスター俵屋、もう一度だ。うっせえ。ブラックベルトくれるんだ。これ以上続ける意味があるとは思えんが。次が控えとるぞ。いつの間に着替えたの？袴を脱いだだけじゃよ。わしゃもともとそっちの出じゃ。とも戦前の話じゃがの。ええ、簡単には取らねえよ。そっけ。そのだ、ブラックベルトは諦めた。テスト外されちまったぜ。渋川豪樹のお墨付きじゃ。神経を切断する技、紐切りを使う。人間の手ってやつは鍛えりゃドンキってなり得ることはお前らも知ってる。こんな丸っこいものが刃にもカミソリにもなるってことだ。キックやムエタイと空手拳法を比較し、つまり手首、足首から先の変化の工夫により。特別コーチ、勉強させてもらいますわ。高尚さんがこの件に絡みたがってるとはな。このメンバーから外されたことは屈辱ではあるが。海王にだって勝てる。奴の行動は24時間体制、アポなしだけど。まあ、そんな体では日常生活が不便ではないのか。アメリカ陸軍大佐。指の操作でオンしない限り内部の武器は発動しない。プロフェッショナルマジシャンの世界ではごく常識的なこと。タバコを吸うように何度も繰り返し吸引している。それは皆体内にパイプを通しているだけのこと。確かに常識的ではない。そこまでやるはずがないと思える。実際に多額の金銭を投資して外科的手術を施し体内にパイプを埋めてしまう。それらの人工物を内蔵した普通人が外科手術で強さを身につけられるならいくらでも。まだまだ仕掛けがありそうだな。地下闘技場聖戦士しのぎ交渉だ。敵が目の前に来るまで座っているな。瀕死のダメージを与えておきながら狂気。同じ箇所を狙っているんだ。起き上がり続ける限りは倒す。なんで怒らないんだ。あんな目に遭ってるのにさ。花山さん、その子が欲しいのか。どういう意味かな。言ってることがわからねえや。話が早い。女だったらいくらでも世話するぜ。よかったわね、素敵な花。黙った。それを言いに来たのかい。だったら彼女の前じゃ答えにくい。相当だよ花山。空手家の俺が倒れた相手に襲いかかることはない。だがそれももう終わったようだ。貴様の肉体にはもう反撃の体力は残る。射程距離こずえ。今の話じゃさ、恋人の前で。